皆さんこんばんは、アニソン界のおしゃべりクソメガネこと、大石正義です。いやー、田中みなみさんってすごいなーって思うんですよね。あのー、さっきまで僕実は、あのー、とある雑誌の撮影してたんですけど、あの、メイクさんが入っていただいてて、で、いつもと違うメイクさんだったんですよ。で、その方が結構有名なメイクさん。で、あのー、 おいさん、今日よろしくお願いしますと。あ、お願いします。で、なんか、顔のマッサージとかしていただくんですよ。特に午前中の撮影の時は、まだその、顔が起きてないので、ちょっとこう、マッサージしたりするんですけども、その、メイクの方が、男性の方なんですけど、これ、やってみますかって言われて、出されたのが、なんかあの、電気を顔に当てて、ピクピクって、 っていうそういう機械で「やってみます」って言われても「顔に電気」って思って「いやどうしようかな」って思ったんですよで、まあ、僕のその間を察知したんでしょうねそのメイクさんが「いやこれめちゃくちゃいいですよ」ってあのやった方みんな 顔シャキッとししますしあと普通に電気当てるって言ってもすごい気持ちいいんでおじさんぜひやってくださいいやでもなあちょっと怖いな電気っていやでも安全なんですよ実はこれこんな機械に見えるんですけど値段30万ぐらいするんですよえっ30万もするんですか でも値段が安全保障っていうわけでもないしなどうしようかなこの機械なんと田中みなさんも使ってます,やります,すごいですね田中みな実さんって田中みな実さんが使ってるって言ったらやっぱ全部食いつく美容系特に。 そういうインフルエンサーなんだなってちょっと思いました田中みな実さんが使ってるっていうだけでその有名なメイクさんの安全ですよ安心ですよ顔がスッキリしますよとか30万円という価格とか全部飛び越えてくんねんなと思ってちょっとねびっくりしたというかすげえなーと思ってで実際やってみたんですけどめっちゃスッキリしました今日もねおめめパチクリして 1179の電波からこのラジオを届けておりますそれでは参りましょう m b s ヤングタウン改めましてこんばんはアニソン界のおしゃべりクソメガネこと大石正義ですさあ11月最後の放送となります「ヤンタン火曜日」 あのー、11月最後ということで僕もそのクリスマスの番組とかの収録が結構もう入ったりとかしててこの間もトナカイの格好をして収録してたんですけど街中見渡してもなんかもうすでにクリスマスムードになって 出ますよねこうイルミネーションとかも六本木あたり赤坂辺りとかもかなりあの盛り上がってる感じもあってあと最近だと一般家庭の方も、あのー、自分なりのハウスイルミネーションデコレーションみたいなのするじゃないですか高校とこうねいろんなあの LED を駆使してあれもモーションめっちゃ速くないですか昨今だって10月31月日の ハロウィン終わったなって思って、11月の2日の時点で、僕の近所の、まあ、名物マンションがあるんですけど、あの、名物マンションバルコニーがあるんですけど、そこも、完全にイルミネーションになってましたから、でもめちゃくちゃやっぱ、みんな長いことクリスマスを楽しもうとしてるんだなっていう、僕はポジティブにね、あの、受け止めてたりするんですけど、最近なんか、そういう日本のカルチャー、ちょっと変わりすぎ感ないですかだって、 ハロウィンって、こんなにニュースになるイベントでした。15年前。違いましたよね。なんか、じゃあ渋谷のスクランブル交差点で人が集まって、みたいな、このコロナ禍の中でどうなるんでしょうかね、みたいなことって別にニュースキャスターさん15年前言ってなかったと思うんですよ。で、そう思ったら、いろんなイベントごとというか、なんか、結構、いろんな企業さんの思惑に、 我々ちょっと引っかかってんちゃうかなって思うことがあってで11月最後の放送なんで言うんですけどあのブララックフライでサイサバーマンでなん <laughs> 急にね来航してきたけどブラックフライデーまああのいわゆるこう氷 アメリカで発祥らしいんですけどその小売店で安売り激安で1年で一番安く売りますよっていうのがブラックフライデーらしいんですでそれが11月の第4金曜日に行われるイベント一大イベントで、えー、とその翌週の月曜日サイバーマンデーと、えー、まあかこつけてオンライン上で売っているオンラインショッピングの激安 セールをしますよっていうのがサイバーマンデーっていうことなんですけど今もうなんかその日本に来て色々ぐしゃっとなってそのブラックフライデーで普通にオンラインショップの激安始まってるじゃないですかなんならもう11月入った時点でブラックフライデーみたいなあれ何なんなんですか購買意欲そそりすぎでしょう でねそんなクリスマス商戦っていう言葉もありますしいかほど商品を買うその何機会を我々消費者に与えるねんこの不景気の中でってめちゃくちゃ思うんっすよね僕もまんまとブラックフライデーの網に引っかかる音楽家でしてであの皆さんブラックフライデーって言うと例えば家電が安いとかアマゾンとかで、えー、ブラックフライデーショッピング しませんかみたいな、こう、メールが来たりだとか、あと、楽天市場とかね、もう最近だと僕、びっくりしたんですけど、ポイント最大43倍とかって書いてて、競馬かって。すごいっすよね。ポイント43倍。100円買ったら4300円分のポイントつくんですよ。最大で。そういう、その、まあ、大安売りだったり、ポイントが3つつきますよっていうのが一般的なんですけど、 僕ら音楽家というかそのアニソンクリエイターからするとブラックフライデーってパソコン上の、えー、音を変えるエフェクターっていう機械があるんですよその機械のソフトを買う、まあ、場所というか、えー、時期なんですよねでその機械ってやっぱめっちゃ高いんですよあのちょ音響さんあのいつものエコーを出してもらっていいですかどうも アニソン界のおしゃべりクソメガネこと大石井正義ですこういうエコーとかも普通の値段で買おうと思ったら5万ぐらいするんですよソフトでとんでもないじゃないですかそんなもん5万なんてこのどうも」とかっていうのに5万なんてってなるじゃないですか <laughs> だからで「ブラックフライ」になると44パーオフですみたいなえマジで,で買っちゃうんですよで そういういのがたくさんあってそのエコだけじゃなくてコンプレッサーとかイコライザーとかねその全部音をいじる機械もういっぱいあるんですよでやっぱその軒並み安くなってるからもうあれもこれもって買うんすけど大体いい8割方使ってないんですよね <laughs> よくないでこれはなんかそのネットショッピングとかでその,のが届くんだったら使おうかなって ってなるんですけどソフトをそのダウンロードで買ったりすると別にその物が届くわけじゃないから使うか使わないかは自分次第みたいなところがあってそれを開くかどうか次第っていうところがあるんでなんか使わない機会がめちゃくちゃ多くっていっつもねブラックフライデーになると身構えちゃう。特に年ららい前から 買わないぞ <laughs> <laughs> そう仲間内で LINE 交換しながらグループ LINE があるんですけどアニソンクリエイターグループ LINE があるんですけど今年何買ったとか今年何買うのどこどこの激安情報みたいなもうその時期だけ俺大会しようかなって思うぐらい <laughs> そういうね戦いが繰り広げられてるんですよ我々的にはねなかなか大変なんですけども いやー皆さんもねあの買い物上手になっていただければなというふうに思いますが、えー、時期的にこんなメールが来ておりますよええー、リネーム小石ドラさん大石さんこんじゃりはこんじゃりは、えー、今週も楽しみにしておりましたありがとうございます、えー、先日大石さんが2019年に始球式をされたヤクルトスワローズが日本一になりましたねおめでとうございます、えー、その始球式なんですが大石さんはマウンドに立った時どうでしたか 私は高校で野球部のマネージャーをし、岡山のマスカット球場で練習試合をしたときに、監督からマウンドへボールを渡してこいと言われ、足がガクガクになって持っていたことを今でも覚えています。ヤクルトは、キャンプがっちゃんスタジアムだから大石さんはヤクルトファンなんですかということなんですけども、まあ、関西のど真ん中でヤクルトファンっていうのもちょっと心なしかね、<laughs> 気が引けるとこありますけども、僕はそうなんです。ヤクルトファンです。 で、きっかけがありまして、えー、愛媛県の宇和島市の宇和島東高校というところが僕出身なんですよ。で、これでもうね、ピンときた野球ファンの方いらっしゃると思うんですけど、宇和島東高校って、その、甲子園、出場の、まあ、上等校というか、あのー、常にこう、えー、甲子園に出て、まあ、一回ぐらい優勝したりもしてたんですけど、なんか、その、野球部がとにかく強かったんですよね。で、 えー、たくさんプロ野球選手を輩出してるんですがその古くは、えー、ヤクルトスワローズの平井投手う昭和63年くらいだったかな、えー、平成元年だったかな、えー、くらいでドラフトで入った平井投手だったりとかあと岩村選手ね僕の一個上の、えー、先輩だったんですけどもあとヤクルトスワローズで現在現役で。 ええー、僕、同じ高校なんですよ。3つ上の先輩だったんですけども、を、その、うちの高校から輩出してるっていうので、もう高校の時から、そヤクルトスワローズは、えー、うちの高校から、えー、プロ野球の選手が行くところなんだっていう認識がすごくあったんで、まあ、必然的にすごく親近感が湧いて、えー、スワローズファンというか、ヤクルトを、えー、まあ、そんなね、 ヤクルトをもう本当に一生懸命応援、一年中応援するっていう感じではないんですけども、その、勝った時はやったねっていうのもこう、うちのマネージャーもヤクルトファンなんで、あの、うちのマネージャーの方がヤクルトファンです。ヤクルトスワローズとコンバースのコラボスニーカー履いてますか、今日も。<laughs> <laughs> スワローズって書いた。ねなんかそういう感じでヤクルトファンになっていったんですけど、 そうなんですよ。あの2年前に僕ね、えー、とヤクルトスワローズの始球式をさせていただいたことがありましてその時にね宮出ヘッドコーチお会いしたんですよお久しぶりですみたいな。まあ宮出さんんんはもちろろね、いろんな、あの 野球経経験験ももされてたりとか人生経験も豊富なので僕のことはきれいさっぱり忘れてはったんですけども <laughs> なん,だん僕は影薄かったのででもあの久しぶりに会えて宇和島東高校出身として嬉しいですって言ってあのサインボールとかも書いていただいておいしいん円っつってもう完全に他人行儀な感じで <laughs> でもあのなんかやっぱでも久しぶりの再会も嬉しかったんですけど実は僕ヤクルトスワローズだけで始球式をやったわけじゃないんですなんと オリックスバファローズでも国家聖書を歌ったことがあるんですそうなんです京セラドームでそれこそ MBS の、えー、ラジオのレギュラーをやらせていただいてた時にロザンさんが始球式をしてその後に僕が、えー、国歌斉唱するっていうのもあってでその時の相手がヤクルトだった でその時にヤクルトの選手だったのが岩村選手でもう挨拶しに行っておいまあの美味しいです岩村選手は僕のこと全く忘れてたんですけど <laughs> <laughs> まあまあでもあの嬉しいなと思って挨拶できるのがであと覚えてるのがそのヤクルトスワローズでねちょっと行ったり来たりで申し訳ないんですけどその2年前に始球式をした時にヤクルト対阪神だったんですよ でね、そのまあ大石正義が、えー、始球式というねこうまあもう一緒に一度あるかないかっていうイベントをこなすというので、あのー、うちのバンドのメンバーサウンドスケジュールのバンドのメンバーもスタンドに見に来てくれてたんですよ。で、あのー、何をくそう,うちのバンドのドラムの川原洋二君はめちゃくちゃ阪神ファンでで確かその日の。 一番バッター、阪神の一番バッターは近本選手だったんですよね。で、その、まあ、近本選手が一応バッターボックスに構えて、で、僕が、えー、投げる、みたいな感じだったんですけど、もう、その、始球式投げる5分前ぐらいに、うちのドラムから、ラインが来ましたよ。ピコンと。なんやと思ったら。 近本選手に当てたらバンド解散になって <laughs> <laughs> 来て<る笑>ものすごいプレッシャーの中投げたっていう <laughs> いやもちろんね当てる気なんてさらさらないですしそんな僕のボールなんて避けるとは思いますけどいやでもすごいドキドキしながら投げたのも今でも覚えてますねさあえー、リクエスト来ております大石さんこんばんは ジャリネームエイトさんですねヤクルト優勝しましたねヤクルトファンの皆さんおめでとうございます、えー、大石さんがお祝いツイートで始球式をした後にスタンドから観戦した時の動画を上げていてとて,とても懐かしくなりましたそうなんですよちょっとツイートもさせていただいたんですけども、えー、その時に歌ったモンスターストライクノアの箱舟、えー、の救世主の主題歌であるヒーローをリクエストしますということで、えー、こちらお届けしたいと思います大石正義ヒーロー 楽楽お大石正義のヤングタウン MBS ラジオからお送りしておりますけども、えー、この番組は。 ラジオトークでも生配信しております、えー。コメントも拾っていきますので、どんどんコメントください。えー、そして、ツイッターのコメントも拾っていきます。ハッシュタグ、大石やんたんで、えー、つぶやいてください。メールアドレスは、yk.mbs1179.com。yk.mbs1179.com です。よろしくお願いいたします。 最近は、あのー、仕事も、もちろん、あのー、たくさんやってるんですけども、制作の仕事、レコーディングだったりとか、曲書きの仕事も、結構、まあ、あのー、立て込んできてまして。で、なんか、ちょっと、あのー、アニソンクリエイターっぽい話してもいいですかあのー、大石正義の歌詞の書き方あのー、 いろんなところでこうインタビューでも答えてるんですけど僕ちょっと他のクリエイターさんと違う歌詞の書き方をしてましてっていうのも紙とペンとパソコンのワードを使わないっていう歌詞の書き方をさせていただいてるんですであのまあ、どういうことかっていうとその文字にするとその文字のテキストの情報がビジュアル目に情報が入ってきて それを例えば「愛してる」っていう響きではなくて言葉の意味として文章として目で捉えて、えー、情報が入ってくるじゃないですかいやそれは本来の歌詞じゃないんじゃないかと純粋な歌詞というのは音で飛んできて「愛してる」っていう言葉が飛んできてそれで別に文字起こしとかもしなくてもちゃんと耳の中に入って「あ この人は愛してるっていう歌を歌ってるんだなっていうので、えー、まあ、リスナーの皆さんが認識して、いい歌だなとか、ああ、いい、泣けるなとか、判断していくわけじゃないですか。なので、歌に、音楽に、目は正直いらないんですよ。わかりますかビジュアルはいらないんです。耳だけで勝負したい。こと、曲に関しては。だから、 音符を紡ぐのと一緒でわざわざその書かずにまずは音だけで歌詞を書きたいなっていうので僕もる丸々一曲暗記するようにそのペンも紙もワードも使わずにずっと頭の中で歌詞を考えてるんですよ毎回これ他のクリエーターさんあんまやってなくて で、一応こうね、忘れちゃったりしちゃダメだからっていうので、あの、ボイスメモとかにメモったりとかして。で、あのー、やってたりするんですけど、最近ちょっとね、あ、これ、ウィキペディアにも書いてる情報なんですけど、その、その、僕の歌詞の書き方。最近ちょっと、また歌詞の書き方が変わってきまして、なんていうのかな、あの、歳とともに、物忘れが激しくなって、<laughs> <結局> <laughs> あのー、ちょっとここで1個懺悔したいんですけど最近ですね「紙とペン使ってます」<laughs> 大石正義すいませんもうね3年前のインタビューでめちゃくちゃかっこつけて「いや紙とペンとかもう1回捨てたんですよね」って言ってたんですけど今「紙とペン使ってます」<laughs> ちょっと申し訳ない話なんですけどもね いや、紙とペンって便利やね <laughs>、ええ。覚えられるもん。目の前に文字書いてあるから。あ、なるほど。歌詞って、こうやって書くんやったわって。改めてまたね、原点回帰していってる。そんな感じなんですけどね。いやー、なかなかやっぱね、年を取ってくると。えー、昨日の晩ご飯覚えてますか 覚えてるよ舐めてんのちょっと、あの、アップロードするまでに時間かかったけど。<laughs> 唐揚げ食べたわ。ちゃんと覚えてるわ。何 <laughs> やねん。バカにしすぎやで、それは。<laughs> あのさ、まあ、一応40超えたら初老とか言いますけど、ちゃんとまだ、あの、若者ぶってますから、脳みそね。大丈夫ですよ。でね、その、なんか、 こういう話を、ヤンタンとか、メディアとかですると、あの、ウィキペディアの番人というか、ウィキペディアの職人みたいな方がいらっしゃって、そのウィキペディアの書き換えをするんですよ。で、あの、大石正義で検索していただいて、ウィキペディアに飛んでいただくと、わかるんですけど、その、人物プロフィールとか、来歴とかね、あの、ディスコグラフィーとか書いてるんですけど、 なんかめちゃくちゃ僕のウィキペディア詳しく書いてあって、楽曲制作についてっていう欄があって、その作曲の際はコードから作り始めることが多くみたいな。僕の、えー、過去のインタビューを抜粋して、こういう楽曲作りをしてますよっていうのを、もうこと細かにどなたかが書き入れてくれてるんですよ。で、ウィキペディアってその僕らが作るわけじゃなくて、そのユーザーさんが、えー、書き込み、加失できるところじゃないですか。 でどなたが作ったかはわからないんですけどもあのもちろんその作詞についてあの作詞についてはかつてはひねり出すような感じだったが文字にすると文章だったり説明になったりする気がするという理由から制作スタイルを変えた頭の中や実際に自分で歌ってみてハマる言葉っていうのが一番メロディーに近いところにあるのかなってリリックをライムな言葉より新鮮な状態で手にするためには。 音で出ててきたそのものもが全てなんだからと最終的な言葉のまとめやライムに関わらない手にお葉を変える作業はパソコンで行っているもの基本的に紙に歌詞を書くことは控えているって書いてあるんですけどもえこれ多分修正されます <laughs> これ多分修正されると思いますね本当に申し訳ないですねせっかくかっこいいことを書いていただいてるんですけども。 いやー、明日にはね、修正される。あのさこれ、ウィキペディアの番人みたいな人、これ何なん誰なん <laughs> マジでわからんのんすよ。こうやってね、僕が発言したりとかすると、マジで次の日とかに変わってるんですよ。で、あの、一回あったのが、その、ウィキペディアで、大石正義、大好物はカレーライスって書いてあって、僕全然カレー大好物じゃないんですよ。 いや好きですけど大好物っていうわけではないからなんか別になんウィキペディアに書いてますけど僕カレーそんななんですよねみたいなことを言ったら6時間後にはもう変わっててその生放送中でえそんなに動くんだと思ってだから今日も変わると思うんですけど誰なん <laughs> ウィキペディアの人 なんかさ、その芸能人とか有名人の方が、ちょっと不祥事とかを起こす。例えば、不倫のね、ニュースとか流れたり、あとこう、薬物とか、なると、肩書きがさ、あの、密売人みたいな感じのことをこう、書かれたりとか、するじゃないですか。なんか、ゲス、やろうみたいな <laughs>、こと書かれたりとか、ね、するじゃないですか、<laughs> ウィキペディアで。もうほんと、 出足めっちゃ早いでしょ。あれは誰が書いてんので、誰が削除してんのあれ。全然わかんないですよ、そのウィキペディアの。その、仕組みみんなもちょっと、あの、協力してほしい。ウィキペディアの犯人は誰 <laughs> <laughs> ウィキペディアを変えてる人は誰なんねえ。 ウィキペディアのアカウントを作ってる人が買えてるの誰でも入れるんでしょあれ確か誰でも加失できるんですよねってなるとなおさら情報例えばそのねえっ、ー、と大きなニュースになったりとかすると不倫とかでニュースになったりするとそうみんながあの面白おかしく。 野じ馬的な感じでいやこの人はなんかやらかしましたよとか書き入れたりするわけじゃないですかでもう情報あふれすぎて Wikipedia その人のウィキペディアパンクしますよね文字情報とかが誰が削除してるんですかあれ7不思議よくわからんあアカウントを持ってたらみんな書き入れたりできるんですってへえ あ、ちょっと待って。詳しい人いますね。ぴょんさん。ウィキペディアの番人しか触れないページもある。やっぱウィキペディアの番人いるんだ <laughs> 番人いるんだってそれね、管理人みたいなこと昔のさ、BBS 管理人とかいたじゃないです。BBS 懐かしいな <laughs> !BBS 懐かしいおじさんたち。BBS 懐かしいよねそ管理人みたいなことウィキペディアの番人。 これ、ちょっと、みんなの情報を求むだわ。誰がどうしてどうやってんのか。ねでもさ、僕思うんですよ。どんな有名人の方、あの、すごいね、好感度の高い有名人の方でも、アンチの方は2%絶対いるじゃないですか。例えば100万人ファンの方がいる人で、2%いたとしたら、2万人いるんですよ。アンチが。 でその2万人ですよ2万人の人がウィキペディアを荒らさないとは思えないアンチだもんだってなんか困らせてやろうとかするじゃないですかそれがそのねアンチの方々のこう検事欲になったりとか承認欲求になったりとかするわけじゃないですかだから何かやらかしてやろうって思う時にウィキペディアを選ぶ人ウィキペディアの改ざんえ悪意のある改ざんを選ぶ人って絶対いると思うんですよ だから日々何か書かれてるはずなんですよ大石はマジでクソとか <laughs> <laughs> なんかじゃあそのプロフィールに書かれててもおかしくないですけど僕が見た時めっちゃ綺麗なウィキペディアしか見れてないんですよ僕の悪口を書いてるその大石正義のウィキペディアって 僕見たことないからこれ誰かが消してくれてるっていうことなんですかね加失したり添削したり削除したりっていうことなのみんな。よくわからん <laughs> あの翔さんえー、5チャンネルでも大石さんの悪口見ないなあ <laughs> そうなの <laughs> 俺怖くてさそ5チャンネル見れないんだよ もうほんと豆腐メンタルで何か見た時にその悪口とかさ見た時にどうしてもこう跳ね返すメンタルを持ってないから Twitter 上だとあそういう大喜利なのかなとか名前いじりの大喜利なのかなとか僕のビジュアルいじりの,そのお遊びなのかなみんないじってくれてありがとうっていう気持ちに SNS 上ではなるんですけどごちゃんとかそ掲示板系になるとあまりにも。 深淵が深すぎて <laughs>。あの、しかも一方通行じゃないですか。僕は言い返すことができないですそこで。言い返したりしたら、本人氷みたいな感じになるじゃないですか。ああいう場所って。<laughs> だから、もう極力僕はあの、5チャンネルとか、そういうとこは見ないようにしてるんですよ。 だからもう何を書かれてるかわからないんで、さっきのぴょんさんの情報、5チャンネルにも大石の悪口見ないなっていうの、すごい嬉しいです。<laughs> <laughs> 嬉しいですあ。多少の好感度あんねんなってちょっと思いました。ありがとうございます。えー、いやインターネットってね、すごいね。 別にこれは有名人に限らず、例えば皆さんがお勤めしている会社だったりとか、あと、そのアルバイトしてる、えー、お店だったりとか、行ってる大学だったりとかの掲示板も存在するわけじゃないですか。あそこの店員の態度悪かったわ、とかって自分のこと言われてる可能性もあるわけでしょなんだかなぁの世界ですよね。極力やっぱ、 あのもちろんリテラシーとかってすごい大事です。書き込まないように悪口とかね、その誹謗中傷とかを書き込まないようにしようっていうその世の中の流れっていうのはもちろんあるんですけど受け手側も一応僕あの SNS のプロだと思ってるんで自分のことをあの受け手側も極力その見ないようにするとかあといじってもらってるっていう メンタリティに持っていくとかまあそこまでいくとどん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 そのサンドバッグ状態になるので良くないよっていう人ももちろんいらっしゃるとは思うんですけどなんかこうあ僕のことを知ってくれてるっていうその大前提が嬉しいわっていう気持ちからそのいろんな方々のまあ例えば厳しい意見だとか知った激励とかを僕は見るようにしてたりするんでダメージがそのストレートじゃないんですようんジャブぐらい まあ、ジャブ暗いすぎるとちょっとしんどいですけど。なんで、そういうなんかこう、受け手の、こう、メンタルとか、あの、やり方っていうのも、すごい大事な世の中になってきてるんじゃないかなっていうふうにも思いますよね。ことこの SNS を、ね、よく使うアニソン界隈だったり、え、アニメ界隈、サブカル界隈とかね、特にそう思いますよね。でもね、あの、ツイ w i 上でのの仕方っってていうのがやっぱありあまして、あのー、僕の場合は、カタカナで大石とか、えー、カタカナで大石正義とか、漢字で大石正義っていう、えー、検索の仕方をするんですけど、たいその僕のこ僕に対してあまりこう、いい風に思ってない方は、僕の名前で、つぶやかないんですよ。なぜなら僕がめっちゃエゴサしてるの知ってるから。 だから、大体の方、えっと、014とか、0石とか、それで大石という、まあそのメタファーにするというか、その隠れた言葉にするっていう感じで、エゴサに引っかからないように、その僕のことをちょっとつついてるっていう人もいらっしゃるので、そのフレーズでは、極力エゴサしないように、<laughs> パンドラの箱やと思ってる。そう。 検索を避けてるんですよね。検索避けっていうんですか、こういうのって。でも、これもね、一つのね、蘇生術というか、諸生術か。なんか、やっぱ、自分がアーティスト業とかタレント業やっていく、やってって生きていく上で、その、やっぱり必要な情報だけでいいと思うので、必要ないネガティブな情報は、あまりこう、 それで胃袋を膨らませることはないかなというふうに思うんでまあ、バランスが大事だと思うんですけどまあそれはねちょっとねよくよくあの考えなきゃいけない現代社会になってるなというふうに思いますさああ、何ですかジャリネームロールちゃんえー、大石さんこんばんは以前の放送で大石さんのおばあさまが生命判断にハマっ いらっしゃるというお話がありましたが、えー、こちらの名前占いの本もすごく当たっていると思うのですがどうでしょうか特に未来のところ当たっていると思いませんかとえー、正義 <laughs> 物覚えがいい器用な子頑固な一面もラブ運 <laughs> 恋に一途だけどあっという間に冷めることがあるよ友達運争いごとは嫌い いつも周りと協調できる人だね。未来。器用で何をやっても上手リズム感がいいからミュージシャンになれそう。すごー。え、<laughs> これ俺のファンでしょ？<laughs> 書いた人。すごー。な <laughs>、ちょっと正義のアプローチ法正義へのアプローチ法ですかね？ え他の男子と仲良くするのは NG <laughs> 彼一筋なことをアピールしてみんな正義を落とすときは他の男子と仲良くしちゃダメだよ <laughs> 正義一筋なところをアピールしてね <laughs> 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 なるほどなるほど面白いじゃないですかこれ当たってますよでも、うん、うん。僕はやっぱねあの自分のことだけを見てくれる人それ別にあの 色恋沙汰だ,だけじゃないです。そのスタッフさんとかね。仕事仲間だったり友達だったりとか。でもやっぱそういう人が好きなんで、なんかこう目移りしてる人が見るとちょっとね。なんかあのー、仕事しづらいなって思いますね。<laughs> い,やいやいや、いやいや嘘ですよ。冗談です。これは冗談です。<laughs> はい。 ジャリネームジャリおばさんからいただきました大石さんのことを5年前に息子から教えてもらって以来すっかり大ファンなのですが息子は大石さんのことを「大石はほんま歌うまいな」とか「大石は全然年取らへん,やん」とか大石さんのことを尊敬好印象を持っているにもかかわらず呼び捨てですそれが呼び名だから息子は問題ないと言いますが呼び捨てにされてイラついたことはありますか ちなみに、そんな息子が小さい頃によく読んでいた絵本は、砂利おじさんです。砂利的には強引に縁を感じております。おえー、写真も送っていただいてありがとうございます、砂利おじさん。えー、大竹慎太郎さんのね、えー、絵本ですね。これね、僕、あの、特にお子さんに、大石呼ばわれするの、タメ口とか、あとその、呼び捨てとか、めちゃくちゃ嬉しい人なんですよ。 これってなんかある意味なんか例えばあのー、身近になっ、じゃない感じ要は人フィルター置いてる感じがするんですよね僕が例えばこの子とえっ、ー、と仲良くなったりとかえー、ちょっとそのインストアイベントとかで握手したりとかしてあ今日は来てくれてありがとうこれからも応援してねって直接触れ合ったりとかすると多分その日からこの子 んって呼ぶと思うんですよ実物をもう見てるからある程度遠い存在じゃないと目上の人を呼び捨てにしないんです例えば僕だったらポール・マッカートニーって言うじゃないですかポールさんって呼ばないですよね <laughs> それだからこの子と僕の間には僕とポール・マッカートニーぐらいの距離感があるわすかります 言ってることだから俺はポール・マッカートニーなんです <laughs> <laughs> 暴論ですかこれはちょっと違いますかでもこの距離感って大事じゃないですか呼び捨てにされる距離感ってあのほど結構遠いと思うんですよねそれはある意味で尊敬の裏返しだったりとかその有名人とか芸能人とかそういう距離感の裏返しだったりとかすると思うので僕はめちゃくちゃ嬉しいです はい、ただ直接会ってる人とか明らかに年下だなっていう人に「多いし」って目の前で言われたりとかするとちょっとお父さんの顔見たいなとか <laughs> <laughs> いやそうそう冗談ですよ <laughs> 冗談です目上の方にはね一応敬意は払いつつもでもあのこう有名人の方とかは呼び捨てにされることは意外と喜んでる人たち多いんじゃないですか僕はめちゃくちゃゃく 嬉しい人ですけどねはいありがとうございますさあ続いてこちらのメール行きたいと思いますよジャリネーム神戸マダムさんですね神戸市西区の方です大石さんこんばんはこんばんばは。先日サウンドスケジュールのドラムの川原さんがインスタライブで MBS の番組魔法のレストランとカップヌードルのコラボ商品を大石さんにも食べて欲しくて関西から取り寄せて送ったとおっしゃってましたもう召し上がりましたか えもしこの先食レポの仕事とかが来たらどうしますか挑戦しますかということで、えー、カップヌードルのコラボ商品ね魔法のレストラン、えー、送っていただいてまだ食べてないですちょっと大事に残してる状態ただねこの川原君のなんだろう梱包の仕方にちょっとね異を唱えたいあのこの人うちのメンバーでもありながら YMC ヤマハミュージックコミュニケーションズっていうそのヤマハのレコード会社の社員さんでもあるんですよでねコラボ商品とかってもう本当に一応市場と言いますか、えー、大石に食べてほしいからっていうので送るわけじゃないですかちゃんとヤマハの封筒でちゃんとヤマハの住所から送ってきて <laughs> いや経費使っとるかなと思って。<laughs> ここ ヤマハの彼にとってはプロモーションなんですかねこういうのもね、まあ、ラジオで喋るわけですし、まあ、そういう意味ではプロモーションになってるかもしれないですけどもいやでもあの今度ねありがたくいただきたいなというふうに思います食レポの仕事どうでしょうねいや来たらもちろん挑戦したいなっていうふうには思いますけど。 あの、でも何個かね、やっぱその、MC の番組をしてたら、例えば、たい焼きが好きなゲストさんがいらっしゃって、で、ここのエビスのこのたい焼き屋さん、今日買ってきたんで、食べていただいていいですかっていや、どんだけ違うんですかみたいな感じで食べて、うーん、美味しいですねみたいな。まあ、そういうやりとりとかは、まあ、食レポに近いことをやったことはもちろんあるんですけど、 やっぱ、いかんせんね、慣れてないのもあって、例えば、その、たい焼きを口に含みすぎたりとか、あんこの分量、口の中のあんこの分量とか間違えちゃったりとかして、その後30分間口パサパサになりながら MC しなきゃいけなかったりとか、<laughs> あれは技術いりますよね。食べるところと喋るところって一緒じゃないですか、口。だから、食レポできる人って、んごいスキルあると思うんですよ。 ちゃんと美味しいって思える分だけの食事を口の中に含みながら喋れる。しかも、その口の中に食べ物を含んで喋るって基本的にはあまり食卓ではやっちゃいけないマナー違反ですよってされてるところをカメラが回ってもう何万人と見てるっていうテレビの中で下品さとか、その品のなさみたいなのを感じさせずに、うんもう美味しいっすね っていう食レポができるって <laughs> とんでもないっすよこの技術勉強したいですねあとそれで言うと「舞う」ってすごくないっすか口全然開かないんすよすごないご飯食べて食事食べた後にに「舞う」って皆さんも言ってほしいんすけどあんま口開けずに言えるんすよあのフレーズはやばいっすね もう技術のたまものです匠 <laughs> みの技本当に <laughs> 本当に匠みの技だと思いますすごいですね、まあ、いろんな方々の技術を盗みながらねその食レポの仕事が来た時はまずちょっといろいろ勉強してからね臨みたいなというふうに思いますけどもさあここで曲に行きたいと思いますウィキペディアのね書き換えの話とかいろいろあったのでこの曲かけたいと思いますアアジンンンカンフーーチェネレーション リライト大石正義のヤングタン MBS ラジオからお送りしておりますけれどもここでコーナーに参りましょうハッシュタグ大石を探せこのコーナーはその親しみやすい外見から各所でそっくりさんが現れている大石正義の目撃情報をツイッターのツイート化 メールで募集するコーナーでございます。えー、ゴシゴシのような字面が似てる商品や看板の写真、シンプルに外見が似てる人の写真や情報、そして見た目は違えど、大石正義となんだか言動が似てるなぁという人や物早速紹介していきたいなというふうには思いますけども、来てますかメール。<laughs> ありがとうございます。ハッシュタグ、大石を探せ。これはツイッターからですね。えー 安藤竜さんから頂きました馬適当に見てたら大石さんいたこれ競馬のデータベースですねえっ、ー、となになになに大政ホワイトなるほど王 <laughs> の後の長い棒で大政ホワイト大石正義と大政ホワイト似てるねー <laughs> 探したねアンドリューさんえー、なかなか出てこないよ、これはえー、すごいね。お父さんですね。オーマサー・ホワイト。いや、嬉しい。馬にもいるんですね、大石正義が確かに、確かに。でもね、これありましたよ、僕。あの、馬娘っていうね、今すごい人気コンテンツある。馬ぴょい伝説とか、あるじゃないですか。で、なんかその、 iTunes ののランキンキグっていうのがあったんですアニメソングランキング。で、ウマ娘の、その、例えば、スペシャルウィークとかね、えー、もう、あのー、ゴルシとか、いろいろ並んでる中で、ちょうど僕、その、ウマ娘のアルバムが出る日だか、えー、その次の週だかに、大石正義の新曲が出たんですよ。だから、スペシャルウィーク、ゴルシー、 大石正義みたいな。なんか勝手に出,出走しちゃってて。確かに馬の名前っぽいわ。っていう風に思ったのを今この大政ホワイトのツイートで思い出しました。ありがとうございます。アンドリューさんでした。ありがとう。最高だね。続いて、ハッシュタグ大石を探すジャリネームチョキピタさん。こんばんは。こんばんは。先週枯渇している。 あっったらら送ててきて僕からの挑戦状ですとオンエア中おっしゃっていたのでその挑戦受けて立つ何 <laughs> 先日仕事の休憩中ベトナムの女の子に飴をあげたお返しにもらったお菓子に「大石が」がベトナムのお菓子みたいなのですがおそらく「OISHI 大石」は会社名ササクサクな クレープ生地を巻いたような細長いお菓子でミルク味だったのかな。甘くて美味しかったです。あ、会社名じゃなく形状も細長いから美味しいお兄さんだ。これは美味しいお兄さんからの挑戦に勝てたんじゃないですかね。チョキビタ、ありがとう。ね、これベトナムのお菓子ですかね。えー、o I S H I で美味しいっていうね。 会社名でしょうかお菓子の名前うーんでえっ、ー、と会社名が OISHI で「大石」なんですけどもお菓子の名前は「あきこ」ですね「<laughs> 大石アキあきこ」ですいいじゃないですかベトナム行ってみたくなるね食べてみたいわこれネットで売ってんのかなブラックマンデーブラックマンデーじゃないブラックフライデー 売ってるかなどうでしょうねでも確かにこの形状の細長さとか見てると大石正義のシルエットにねなんか似てる感じしますよね。大石明子。あん <laughs> 親戚かなありがとうございました。さあ続いてツイッターからなおさんですね。この前大学に4年前くらいの大石正義がいました。どういうこと <laughs> 写真も何も何ないやんけ大学に4年前くらいに大石正義がこうやってたビジュアル感のやつがうちの大学にいたってこと報告ありがとう <laughs> ナく君えー、嬉しいじゃないですか大学にもね大石正義たくさんいらっしゃるみたいなんですよ嬉しいですねさあ、えー、こちらジャリネームさんで大石さんこんばんは。 こは毎週楽しく拝聴させていただいておりますありがとうございますさて最近は衰退気味な「ハッシュタグ大石を探せ」ですが砂利たちも1週間ぼーっと過ごしているわけではありません<お>大石正義のヤングタウンを盛り上げるべくけなげな我々砂利たちは血眼になって探しているのですえですがその結果 衰退していくのであれば傷が浅いうちに次に行くのもいいのではないかと思うのですえということでありきたりですがコーナー募集を始められてはいかがですか <laughs> ご検討ください <laughs> なるほどあのゴリゴリのコアなファンの方からもうこのコーナー無理やぞという助言をいただき <laughs> <laughs> ましたかホさんありがとうね <laughs> うーんということでえー ハッシュタグ、大石を探せ。今週でやめます <laughs> 最終回ですえ、ね、ありがとうございました。<laughs> さっきね、あのー、皆さんが、こうね、えー、ジングルを聴く前、小さいや、き小さいや、きその前にですね、BGM に乗せながら、外のブースでね、僕の耳元に、おいさん、でっかい花火打ち上げましょうよ ってねうちのラジオディレクター言ってましたけども <laughs> 最終回か <laughs> ほんまになんやそれというわけで、えー、今週で残念ながら「ハッシュタグ大石を探せ」の募集は終了させていただきたいというふうに思います1ヶ月ちょっとのご愛顧誠にありがとうございました意外となかったね <laughs> というわけでですね今週っていうか来週から またあのハッシュタグ「#大石を探せ」に変わるコーナーをもうあのリスナー任せ砂利任せで申し訳ないんですけどもあの募集したいなというふうに思っておりますんでえー、y k m b s 1 1 7 9 c o m y k m b s 1 1 7 9 c o m まで皆さんのコーナー募集お待ちしております。 さあ、そんなこんなでお別れのお時間でございます。次回収録は12月の6日月曜日夜、ラジオトークで生配信しながら収録いたします。え詳しい時間等々は番組ツイッターからお知らせいたします。えー、それからですね、なんか色々とその、来週からのコーナー企画だったりとか、 あと、あの、10月の中で終わってしまった、こう、チェキ、プレゼント企画とかあったと思うんですけども、ああいうのも、せっかくこうね、12月になってきたら、やっぱ、プレゼント渡したくなる月じゃないですか。考えましょう。みんなで考えましょう。えー、大石間選手のヤングタウン、えー、以上をもちまして、終了となります。それでは皆さん、また来週。さようなら、バイバーイ